まあ、昨年はいろいろなキーパーの活躍があった中で特にベストイレブンにも輝いた名古屋グランパスのランゲラック選手は連続無失点時間がなんと823分、そしてなんと21試合無失点という新記録を樹立し、キーパーの歴史的快挙もあった年でありますよね。すごいことですよね。これはすごいですよ、はい、未知数ですよこれ、やっぱプロの方から見ても、いやいやすごいですよ。これは破られるシーズンになるんでしょうか、それでは早速参りましょう。我々が注目しているゴールキーパーをご紹介してまいります。まずは本並健二の今シーズン注目のゴールキーパー。ほとんど全員ですよね。それぐらいね、はい、レベルが非常に高くなりましたね、はいはい、注目している選手は、湘南ベルマーレの谷晃生です。なるほど。ファーストリアクションだけじゃなくて、はい、セカンドサードまでしっかりリアクション取れる、はい、起き上がりがもうまず猫みたいににゃんにゃんみたいな、なんていうの、どういうことですか。例えばよくそうですね、倒れてんのっていうぐらいその早いよね。早い、起き上がりがやっぱり体幹とか強くないと早く。そうですね、あの身長も高いじゃないですか、はい、昔ってやっぱ身長高かったんです。ちょっとスローモーション的なことあったんですけど、やっぱり速いですよね、スピードも、うんうん、大きい選手は足元弱いって言われてたんですけど、やっぱ足元もしっかりできます、うん、他にここがすごいという注目、やっぱりオリンピック出てメンタル的な経験値を積んだかなと、うん、それで一回り大きくなってきましたよね、うん、A 代表に入っていける人材だと思うんです、うん。西条谷選手です。他にもございますか。浦和レッズの鈴木彩艶選手。出た。まあ、将来はね、まあ、日本の、ね、こう代表選手になると思うんですよね。うん、西川って去年やっぱ競ってて、はい、ちょっと勝てなかった最後、うん。まだ西川周作がいますからね。そうですね。まあ、でもそこで切磋琢磨できるチームっていうことですもんね。うんうん、そうですね。だから今年はやっぱチームが浦和レッズも若返ってるんで、うん、そこでこうレギュラーに取っていくんじゃないかなと、うんうん、まあ、身体能力もありますし、はい、うん、身長も高いですよね、うん、まあ、足りないの、まあ、点といえばその、まあ、経験値ですか。経験値だけでしょう。なるほど、うん、まだ若いですよ、20歳、19歳ぐらいかな、うん、これからですよ。いろんなミスをたくさんしながらやっぱ学んでいくと思うんで、うん、伸びしろすごいですか。すごいでしょ、ザイオンの、うん、あれだけの身体力持ってて、うん、経験したらもう声もなしでしょうね。楽しみです。続いては私ペナルティヒデの今シーズン注目のゴールキーパーご紹介させていただきます。まずは川崎フロンターレチョン・ソンリョン選手です。まあ言わずもがなすごいゴールキーパーですよね。守備ラインの広さもそうですけど、ハートもすごいということ で、 そうですね、上昇軍団を支える、まあ、大黒柱でもあり、うん、守護神でもあるわけですよ、うん、ね、しかもフロンターレで攻める機会が多いじゃないですか、はい、ボール飛んできた時には体を動かしていない状態で来るんですよ結構、うんうんうん、それで止めていくっていうのはやっぱり集中力の高さでしょうね。そうですね、だって、うん、全然喋ってなくて急に振られたら大体噛むもん、ね、8割ぐらいで噛みますよね。そういうことでしょ、いつ来てもいい準備はしてますよね。バッキーさんといえば昨年 SNS で J リーグモノマネ、はい、チョン選手のようやってましたよね。モノマネやりましたよ。やりましょう。ちょっといいですか、はい、セーブした後に、はい、徐々にゆっくりになってっちゃうソンリョン選手。細かいところに来ましたね。わ、はい、かりました。じゃあお願いします。セーブした。そして、うん、こんなシーンあるよね。確かに。そう。え？今？怒られるぞ。怒られて最後ババさんになったら。いや、こうはやらないでしょ。でもね、ソンロン選手。こうなるんですよ。ゆっくりになるんですよ。でもいろいろやったよね。一番反響がすごかったの、まあ、そもそも本並さん知ってます。いや、知ってます。ありがとうございます。片野坂がやってたじゃないですか。 あれ見てて、片野坂監督ってもう試合中ずっとピッチの横をテクニカルエリアこうやってやるじゃないですか。動いてますよ。こうまあまあ、ゴー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 、熱いからね。ってこうただこれだけやったんです、はい、そしたら片野坂監督が逆に僕の芝刈り機をやってくれて返してくれて SNS 通して、わけわかんないユニフォーム交換始まったね。そうなんですよ。大分トリニータのサポーターの方も喜んでくれたし、優しいね。それで僕大分トリニータのホームに呼ばれたんですよ。呼ばれてあのやりましたよ、はい、サポーターの前で片野坂監督のモノマネとか、はい、で僕が一番好きなやつちょっとやっていいですか。もう絶対伝わらないですけど、まあ、細かすぎてね、はいはい、助走の力を
全くゼロにしてからスローインを投げる元新潟のコルテス選手。スコルテスどこなんですか。お願いします。この下何の意味があるの。殺してましたよ、勢い。本当にこうやって投げる。まあ、状況があったんですかね。投げる前になんか動きが。毎回そうだから。俺、笑っちゃって。早くスローになれ、スローになれてって。それはどうだったんですか。まあ、サポーターの皆さんには支持されたんですか。これもうね、覚えてねえよって言われて。古すぎて。ぜひちょっとご本人から聞きたいところありますけども。すいません。でもね、特徴的な、やっぱり、うん、昔もいろいろサッカー選手のモノマネしたりとか、はい、あるじゃないですか、切り方とか、うんうんうん、そういったところも楽しみの一つかもね。そうなんですよ、うん、だから今シーズン始まったらね、また J リーガーのモノマネをやっていきたいなと思っております。はい、はい、他にも注目しているゴールキーパーがいます。北アルプスのパク・ギルギ選手です。反応早いですよね、うん、横の反応っていうのはシュートストップがかなりレベル高いと思います。失点も少ないというところも魅力かなと。まあ、今シーズン本当楽しみなんですけども、さらにもう一人皆さんに注目していただきたいゴールキーパーがいるんです。これ秋田の選手なんですけども、もう松井啓也選手、はい、セレッソ大阪から今シーズンは移籍したんですけど、バランス感がいいの、僕はそこに注目しました。昨年は1試合も出られなかったんですが、まあ僕が注目した点というのはやっぱりね、この人の良さもあるんです。そういうところ注目したいよね。大事なんです。特定したわけじゃないんですよ、ご自身が。なのに、うわーって盛り上がるとなぜか選手の皆さんにもみくちゃにされる。関係ないのに、試合にも出てないのに。そういうところまたなんかちょっとめちゃめちゃいいじゃん。そうなんです、めっちゃ面白いじゃん。なんか部活のノリみたいなのが僕好きで。めっちゃいいじゃん、マコ君。全員で注目していただきたいと思います。続いてはワッキーの今シーズン注目のゴールキーパー。注目しているのは柏レイソルのキムスンゲ選手です。いや、今の見た。でワッキーさんも AV の時もそういう感じで。やめなさい、そんなこと言う。早かったですね。関口選手切り返してスライサーして、もうどこ蹴っても入りますよみたいな状態だった。まあまあまあ距離的にはそうかもしれないね。ポジションが非常に良かったですね。一つかわされた時点で少しやっぱりキーパー動くかなりできないです、はい、でもちろん動いてしっかりと溜めてましたよね、先に動かないで。ちょっとでも動くと多分逆ついてたんですよ、キーパー見ながら聞いてたんで。しっかり我慢できましたね。それこそもう待つ勇気、はい、続いてはガンバ大阪の東口選手。いやもう本当ね、昨シーズンの終盤ガンバやばかったんですよ。やばかったですね。彼がいなかったら多分日本落ちてますよ、絶対。さあ行きましょうか。行きましょう。大分トリニータの高木俊選手です。ホーム最終戦のセレモニーの、はい、監督挨拶、キャプテン挨拶、社長挨拶、はい、フェチなんです、はい、好きなんですね。好きなんです、はい、でその時の、まあ、昨シーズンのキャプテンの挨拶、高木選手の挨拶がめっちゃ良くて、はい、場内アナウンスでね、キャプテンの高木俊選手をお願いしますっていうアナウンスがあったにもかかわらず、自分が出てってキャプテンの高木俊ですって言ったんですよ。なんかその入りがありそうでないじゃないですか、もうキャプテンのって自分で言う。なるほど、キャプテンシーもあるし、いやそうなんですよ、まあ、監督業にもつきるでしょうね。ワッキー J リーグの選手結構好きな選手いるんで、これ知り合いを集めてるでしょ、多分。お前やったな、おい。違う知り合い集めて流してる。そうだろ、お前。違うって、とりあえずのこと言ってない。友達ばっかりだろ、お前。そういう選び方してないわ。違う違う、だったら西川修作入ってくるもん、絶対。お前忖度感じたな、忖度もなんもない。だって俺これ見に行ってたんだから、大分に。前の本職は何なの。すごいな。見に行って生で挨拶聞いてたんだから。ありました。でもね、楽しみですね。ちょっと頑張っていただきましょう、はい、以上ペナルティーワーキーが注目しているゴールキーパーでした。どうぞ。今シーズンの注目などありましたらお願いいたします。選手もいろいろ入れ替わりましたし、監督も変わったんで、まあ、いろんなカラーが変わってきてると思うんですよ、チームごとに。だそこのカラーが出せるチームがやっぱり上位に行くのかな、楽しみしかないですね。今年やっぱりワールドカップじゃないですか。いやそ、まずそこなんですよ。そのワールドカップに出場しないと J リーグ盛り上がらないですよ、絶対に。これは絶対条件です、はい、そのためにこんなにしっかり頑張ってもらって、やっぱり通過してもらいたい。権田選手が代表の正ゴールキーパーじゃないですか。で清水エスパルスなんですよ。
今だとその川島選手だとかもう海外の選手が大体こうレギュラー張ってた中で、やっぱそこのポジションに J リーガーがいるっていうのがすごく嬉しいですよ ね、うん、ね。ちなみに脇さん、今年注目してほしいギャグとかあるんですか？ギャグですか？はい、もちろんあります。じゃあそれで締めたいと思いますね、はい、人前でやるの初めてですね。でも勇気とあとクレバーさが大事ですから、ね、はい、思い切ってやってみてください。じゃあもう本当ヒデさんが大好きなおじさんシリーズ、新しいおじさんいきます。ギャグお願いします。もっこ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 もこ木工用おじさん。ちょっと一回座っていいですか？ということで皆さんもゴアキーパーに注目して J リーグを応援しましょう。また会いましょう。さよなら。マスクを取らせろ、まず顔見えるんだよ俺は。